敗戦です。トーナメントに参加したトレーナーたちも次々と敗退し、残るはたったの8名です。今準備が整って、さあまずはある一撃、ここで波乗りだ。これは似ている、一撃でダウン、早すぎるダウンです。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでエレニーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。ここでポケモンをチェンジです。ここでガラガラの登場だ。さあこれはなんと道具を盗まれた。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。これはどうだ、歩く一発、ここで地震攻撃、これは有効だ。一撃で崩れ落ちた。さあポケモンは残り1匹、ここでペルシアンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。さあここで小さなダメージ、いった、大きなダメージ、白熱したバトルが続いております。この攻撃、歩く当たった。これで決まるか、あいつだ。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。長い戦いにもかかわらずポケモンたちはまだまだやる気十分です。激しい攻撃、さあ対するは、おっと攻撃が外れた。おっと津波中止で体力回復です。両者とも大健闘です。
ここで10万ボルトだ。狙い的中。さーっと崩れ落ちた。さあ、次のポケモンを準備です。ここでサワーズの登場だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、この場面でもう一度攻撃をものともしていません。さあ、今度は軽い一撃。おっと、素早さがダウン。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。強い攻撃、重いヒット。ここでダウンです。さあ、一方的な試合が展開されております。ここで姫島の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。セミタック、スイッチ撃。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。どちらなのでありましょうか。おっと、怪しい光だ。あっと、混乱した。さあ、熱いバトルが展開されております。ここでポケモンをチェンジだ。ここでスターミーの登場だ。さあ、ここで歩く当たった。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで10万ボルトだ。これは効いている。あっと、あっけなく倒れてしまった。次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでピクシーの登場だ。これは期待通りの活躍を見せてくれるか。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここでポケモンを交代します。
ケモンが再びバトルに登場します。さあ今度はダルヒット。おっと特殊防御力がダウン。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。この攻撃ダメージは大きいぞ。さあこの場面で狙い的中。白熱したバトルが続いております。ここで地震攻撃。よし、ここでノックアウト。さあポケモンは残り1匹。ここでガーディの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。両者とも大健闘です。決まったか。炸裂。これで最後のポケモンもダウンとなりました。おめでとう、チャンピオン決定。